お疲れさんスラットです。今日ですね、こちらのスケキンスキラーやっていきたいと思いますってことで、現環境に舞い戻ってきましたこいつ。はい、まあ、見覚えねあるかと思うんですけども、まあない方もねいるかもしれませんが、こちらキョスケがね、前はメガナイトですね。はい、メガナイトだったら、あとバルキリーかですごい使われてて、もうこれしかおらんやんっていうぐらいね流行ってましたね。はい、それがまあキョスケになっただけだよということで、さあこちらやっていこうかなと。で、まあ好きなんですけども、ファイボですね。まあポイズンとかフリーズとか、まあいろんな方があったんですけど、現環境はね、マザニクもいるので、はい、こちらのファイボ型でやっていきましょう。さあ、よろしくねと。で、スケキン持ってなかったらもう、ダクプリかバルキリーですね。はい、どっちでもいいかなと思います。まあなんか範囲がやっぱ欲しいですね。ムートとかでもいいんですけども、まあなんかゴブドリとか、あとはなんだろうね、本当に小物系、やっぱきついので、このデッキ自体ね、小物系がちょっときつくなってくるので、まあそういった部分でもね、まあバルキリか、まあダークプリか、はい、おすすめします。で、基本的に自分から動く必要はないかな。まあやることはね、至ってシンプル簡単なんですよ。もう誰が使っても実力あんま変わんないよっていうのがこのデッキの強みなんですけども、まあ誰が使っても80点、90点のね、パフォーマンス出せるよっていう、もんですね。まあ基本的にはボス系置いて、ケツザッピー出して、まあ相手が攻めてきたら、まあスケキン、スケキン出すなり、キョスケ出すなりで、まあパックンチョしてあげてカウンターで、まあ GG って感じなんですけども、あれもしかして同じようなデッキと思いきや、キョロイなのか、なんかファイボが全然回ってこないな。俺なんか使ったっけ最初ファイボ。なんでだ。いや、俺本当はね、普通にファイボで処理したいんですけど、ファイボが手札にないねん。さあ、まあ、このザッピーは、ファイブ打ったら熱そうだけど、いやー、爆破で、いやー、トリトンうまさあ、まあ、今回の相手は、キョロイかスケキンロイか、どっちでしょうって感じですね。まあ、墓石入ってるってことは、スケキンロイの方が濃い気がするんすけど、まあまあ、マザニクもいるので、まあ、どっちかっすね。あ、だから、スケキンとキョが入ってるロイなんてないのか。ってことは、スケキンロイです。はい。これ、マザニクの5打って、まあ、基本的に守りです。もう基本的に守って、相手が攻めてきたところをカウンターでスケラ打って、ポーンって感じですね。はい。シンプルです。守って、カウンターでスケラ打って、ポーンですね。しかも、ちょうど今、マザニクいないので、まあ、ザッピーくんがね、あ、待って、お前何やってんの待って、いや、これ最悪だ。ちょっと待って、これに関してはガチで最悪だ。なんか、スケキンが戻っちゃった。まあ、ザッピー出して、これはファイボなのか？いやー、ファイボ来ないな。さあ、数の暴力がね、結構嫌になってくるんですけども、どうでしょうか。まあ、ファイボ打って、スケラ打ちたい。打っていいと思うんだけどね、これは。低め。わあ、いい防衛だ。打ったらダメでした。はい。ライトニングのマザネクザッピーのライトか。なんかファイボで使われてたのがライトになってるっすね。さあ、まあ無理せずね。トリトン来そうだけど来ないな。いや、痛い。でもこれはね、結構いい形ですよ。両サイドね、この攻めの形できてるっていうのは、僕からしたら結構いいので、これトリトン引っ張るんで、なんならこのタイミングで打って、マザネク。マザネク。まあ、マザネク出てですね、さすがに、ファイボは。で、穴埋めも打って、ソウルコールもしたんですけども、やりすぎかこれ。いや。溶かせ。これザッピー溶けたので、早めに溶かしちゃおう。ん？相手はなんか、やってんなっていう顔してるぞ。めちゃくちゃ高め墓石。さあ、これ難しいですね。タイブレイク狙っていくか？ね。どうしようかな。まあ、ユニット貯めて、
うん、焼いてもでもうまいっすねこれ。僕はもうこっちしかないのでメリメリ行こう。でこれマザネクを手前にね引っ張りたいんでね、ちょっと奥めに、じゃあ手前めにスケラ打ってます。いやマジでやばい、意味が分かんないけど勝った、よし勝ったな勝ったな勝ったな、よし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 。これはファイボだったらちょっときつかったかもしんないんですけど、まあ結果オーライでしょう。でライトニングがね相手ちょっと腐ってましたね。まあでもマザネクに対してしっかりファイボがあるので、まあマザネク引いてもやってはいけるっすね。うん、今までマズネク引いたら絶対勝てないだったのが、まあやっぱファイボだったんでね、そこはでかいですね。まあ今の試合ちょっとね難易度きつめでしたね、ちょっと。そうまあですが、まあ耐えていきましょう。しっかり防衛力はあるんでね、本当に墓石ザッピー基本徹底で、まあなんだろうな、片サイドに組めたら組めたでいいですし、相手にね片サイ組んで、なんだろうな、それこそ巨助の爆破で持っていかれるとかがあるなら、まあ、両サイド攻めもやっぱありですからね、全然。さあ、マイティーオールブレイカーか。いや、結構嫌なの引いたんじゃないですか。よいしょ。いや、結構どころじゃねえな。超嫌なの引いたっすね。しかも、吹き矢。吹き矢やりゴブコウモリはね、もうスナイプ。マジでやばい。これはやばいよ。本当に。うわぁ、やばい。あのね、このデッキの弱点はね、この高回転のコウモリなんですよ。まあ、一番きつい、本当に何が一番一番一番きついのってなったら高回転のコウモリなのよね。しかも吹き矢もきついの。いやもうこれきついナンバーワンツースリーぐらいがね全部いる。やばいねこれ。見てわかる渋いやつ。あーでもこのコウモリ美味しいな。これはあるおかげで、ヤナハム打てた。さあ、いや、これは、マジでやばいから、ガチで耐えるしかないんだけど、耐えれねえかな。スキル使っちゃう。あー、やばい、しゃしゃった。ごめんなさい。これやばい。本気でやばいな。なんだこのデッキは。天才か？いやー、単品なら強要だな。待てよ。いや、これはもうしょうがないですね。相性がゆえのこのダメージなので、序盤耐えて、耐えてさえしまえばね、全然ある。まあ、その代わりね、重量級にはね、めっぽう強いです、これ。そう、大型にはね、ガチで強いので、もうゴレラバとか、その辺引いたらね、カモ中のカモなんで、まあ、その代わりよ、これやばいって、ガチでやばい。本当に、少々やばいじゃないんで。あー、そんなロケ美味しいな。うん、ロケットなのね君。それ誘導されちゃうよね。いや早っ。いや待って、押してる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 、熱々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 相手がなんかロケット打ったりしてるから気づいたら勝った。よしよしよし、気づいたら勝った。いやマジでこれ本気でこういうのですね。まあ、高回転コウモリ。まだほんと高回転クロスとか。そういう相手はね、もう仕方ないと思いますね。そう。まあ、でもユニットで貯めて、頑張れば、今みたいにね、スケルトンラッシュが入ることもあるし、巨大スケルトンがね、入ることもあるので、まあ、気合で頑張っていきましょう。本当に、粘るしかないですね。なんかね、スケラが通んない相手ではもう、意外とこの、巨スケインドザッピーとか、スケキンザッピーとか、このなんか上の形がね、地味に強いので、なんか、飛んだな、すごい。なんか意外とね、スケラに注目させといて、インドラぶっ刺すみたいなことも、まあ、たまになるぐらい。はい。高回転コウモリきついですね。ホグコウモリゴブリンか。ウッドか、これには。ヤダメか？おー。いやー、ファイボがすごいありそうだな。ものすごいファイボがありそう。やり？うん。まあ、ザップがあるでしょうね、こんな。
ないんかい。ホグ、メガナイトホグのインドの、まあ、俺、やりこ、やりこぶ？ん？やりこぶ？じゃあ、コウモリゴブ。さあ、ホグ飛ばせんな。飛ばすの趣味な人だな。さあ、やだめでしたね。まあ、右サイドはどうでもいいですね。で、もう一個多分、ファイヤーボールが入ってると思うんですけどね。まあ、ゴブコウモリで、スケラの受けに結構優秀なので、まあ、ユニットスケラープラスのヤナーム打てないなら、スケラー打たないぐらいかな。さあ、これでも、アド取ってんのかなと思って行こうとしたんですけど、冷静に引いちゃう。で、ヤナームだったから、これ、インドで溶かせるね。よしよしよし。あー、で、このインドは全然いいですね。なんなら俺がお散歩してあげる側になろう。さあ、お散歩して、まあ、墓石だとホグヤナアメがね、きついぐらいか。まあ、でもこれ相手、ヤナアメ打つ余裕ねえよな。これスケラ打っていいかもね。今日スケラの受けにカード出すし。うん。さあヤナアメ打って、これやばいよな、マジ。スケラこれで入るから。いや、しかもタゲが。天才でした。ただの天才野郎です。はい。で、またザッピー出して、後ろからユニット出して、まあ、ぶつかり合いながら。で、いけそうだったらスケル打つ。いけないなら、もう一回後ろからね、ザッピーボスキーやる。もうそれだけなんでね、クララって。まだ26秒なんで、僕もこれ、攻める必要がないですよね。ヤナーム5圏内なんですよ、これ。ヤナーム5圏内だ。いや、ヤナーム5圏内か。はい。で、キョスケの爆破である程度行かれると。で、また後ろからね、ザッピー出して、とか、しとけば、もうね、さすがにフリーズが来ない限りは。来んね。オーケーイ、ファイボケナイ、グッドゲーム。マジこれ誰が使ってもね、あんま実力差出ないんだよね、本当に。最初も多分言ったかもしれないですけど、それぐらいパワーあるんだね。マジでおすすめです。まあ、玄関機あとはなんだ、エレシアとかいるっすけど、まあ、ゴル内に散らかされるぐらいじゃないですか。負け筋は。散らかされたらもうどうもいいんだけどね。まあその分こっちも攻めてあげればね。そう。あ、で、マザネクヤに対しての、スケラ、あれさっきやったっけ？さっき見せた気がする。そう、スケラの位置でね、結構ダメージ変わるので、気をつけた方がいいですね。よいしょ。さあ、ポイズン打ってきた。ポイズン使ったならこれ、延命してスケラ打ちたくね？あー。強っ。マイティはね、え？これさ、ファイボでノックバックしないんだ、この子。うわ、やばい、それ。マイティ、今やばいな、ノックバックしなかったよな、多分。ウッドか。ボーラーと同じだもんね。さあ、今回の相手は、なんだこれ、新鋭のメガバなんだよな。スケラか？君もスケラか？いや、スケラっぽいな、これ、どう見ても。ぽい勇気のスケラっすね。はい。なんか大会とかでありそうな編成だ。まあ、インナラ強いんじゃない？これ。さあ。雪玉が飛んでくるが、フィジカルが違えんだよ、フィジカルが。さあ、まあ、これスケラ打ちどっかな。で、ボーポイされるんで内側にしとくと、いいっすね、スケラは。ボーポイされた時に、生まれてすぐタワー殴れるはず。内側から分け。え、内側全然分かねえやん。俺のスケラ。ああ、これっすね。はい。さあ、まあ、スケラ対決になった時に、絶対ポイズンの方がスケラ抑えられるんですけど、逆にスケラはね、ボーポイ使いやすいので、まあ、ボーポイ使ってくれたら使ってくれたで、俺のこの上のユニットが全部残るよねっていうので、まあ、相性自体が特別悪いかって言われると別にそうでもないので、多分ボーポイしてくるんじゃないこれ。ああ、そうっすよね。あえてこれボーポイしんなきゃ逆に突破できないんで。いや、でもそのね、突破うまいっすよね。まあ、僕はインドラ強いんで、インドラゲーしていこう。うん。まあ、ファイボでいいか。
前行ってきたらザッピー。ここのリセット熱いな。カラノスケラかな。全部ミリ残りしねえかな。雪玉だってスケラに使いたいでしょこれ。上か。いやー流れはいいっすね。そうスケラポイズン相手に戦う方法はもう上ユニットっすね。上のこのユニットで頑張る。あー新しい。ヤナメ使ってさ、マイティでおしゃれだな対戦相手。マジでめちゃくちゃおしゃれじゃない今の戦い方ね。あんまする人いないよね。さあ、マコロキョスケスケル打って、まあ、ボーボーで使ってほしいっすね。そう、したらこのザッピーが頑張ってる。実はね。実はこのザッピーが、おー、スケラがすごい埋もれてる。そう、漏れ漏れだ。さあ、これしかもザッピーがいない。お、ザッピーがいないとか届いちゃった。おい、さあ、キング起動しちゃってね。しつつ倒していく。いや、なんかマジで。強い。ほんで強い以外に何も言えねえ。さあ、よろしく。まあ本当にね、組めば強いので、序盤にね、大ダメージさえ食らわなければって感じで耐えます。はい。もう防水ですらもね、置かなくていいんじゃないかな、ぶっちゃけ。サスケ 2.0 って書いてんね。めっちゃこう書いてんや。オリー。いやー、オリーはね、どっちかぶせるか悩むっすね。エリジャイ、オリス系はエリジャイかロイホグあるね。ケツムン来たらロイホグですね。あはは、エリジャイでした。はい。来たね、環境壊れデッキ。環境ガチで強いかな、これ。強いどころじゃないんだよね。本物。ボコボコ。最強です。はい。いや、その家もエリジェイはね、舐め腐ってるけどね。これどうする？一回攻めちゃおうかな。いや、熱い。あ、だ、待って、俺エリジェイ止まんね。いや、止まるか、これ。あー、これなら使ってもそうだ。よいしょ。さあ、耐えます。なんか、スケとかがあると、基本的にマザネク入ってないですね。なんか、マザネクインド型か、インドラだけの方か、まあ、ごく稀にマザネクだけもあるんですけど、まあ、スケが出てきたので、多分ないだろうっていう感じですよね。まあ、あったらどんまい。エリジェイ来たら、まあ、ザッピーで頑張ります。いや、インドで頑張るか。インドでトルネ使わせて、カウンター狙いたいですね、これ。これダメージ受けちゃうんですけども、結局この後の、この俺のカウンター結構入るので、よいしょ。入れよ。入るので、入ってくれよ。さあ、スケルトン処理にヤナム打っちゃう。いやー、ボンバが。あ、それこれ間に合わない。いや、まあでも、まあ、悪くはない。まあまあ、これ、インドから入ればいいかな。墓石先置きも強いんだけどね、ちょっと怖いですよね。まあ、ここで置くっすけどね。エリジェイ来ても、墓石の方に行ってね。さあ、ライト削りしてきてますけども、本当に大丈夫ですか、それはと。フルーカー、ウンター。もうこれでね、スケラッポーン打って、マザネクいったらファイボドーン打って、ガゴムレいったらヤナメドーン打てばね、はい、終わりです。まあ、ゴルナイじゃないとね、すごい戦いやすいですね。ゴルナイいるとね、マジで、なんかもう世界が変わっちゃうんでね。そう。まあ、いても全然戦えるっすね。ナイス。さあ、ということで今日はこちらね、メガナイトじゃねえわ。今日スケスケラハやったんですけど、どうでしょうか。まあ、皆さんを使ってみてください。はい。まあ、ファイボン嫌がいいですね。まあ、小物が嫌だって方は、やゆきとかでもいいんですけど、まずね、かきついし、まあ、ポイズンとかフリーズにするぐらいならファイボンでもいいかなと思いますんで、はい。ぜひ、やってみてください。よければチャンネル、高評価もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。